わあ。まあ、網破られてるし。粘着シートにオオスズメバチを一匹くっつけました。スズメバチは夏の終わり頃からミツバチを食べにたくさんやってきます。特にオオスズメバチはミツバチの巣を崩壊させる威力があります。また良い獲物や外敵に対しては仲間を呼んで集団で攻撃する習性があります。その集まる性質を利用して粘着トラップでやっつけていきましょう。一匹くっつけると仲間を呼んでくれます。早速一匹くっつきました。もう1枚トラップ追加します。ちょっとかわいそうですが、やらなければやられるのでやっちゃいましょう。粘着からうまいこと脱出できる個体もいますね。仲間を呼び寄せる警報フェロモンは毒液に含まれているそうです。もしオオスズメバチに刺されたら別の仲間も寄ってくるので、その場をすぐ去った方が良いですね。ただ普段は巣に近づいたり変に触ったりしなければ、むやみに刺してくるようなことはないと思います。多分ね、仲間を呼ぶ警報フェロモンは食品で使われる香料とか香水や整髪料などと同じような匂いの場合もあります。自然の中を歩くときはつけないようにした方が良いです。刺されるかも。黄色スズメバチにはこのトラップはあまり効果がないです。集団で狩りをしないからかもしれないです。たまに粘着シートにカナヘビがくっついたりしますが、ゆっくり剥がして食用油に浸すと粘着が溶けて救出できます。オオスズメバチはミツバチを全滅させると巣箱の入り口に数匹の門番を配置させてました。門番は仲間が来た時入り口まで導いてあげると同時に敵が来たら警戒する役割があるみたいです。
この前、私が近づいて様子を見てると、カチカチと、大顎を鳴らして飛んできました。怖いね。胸部を触ったら、毛が生えてて、硬いけど生温かかったです。20分間置いて、11匹捕まりました。粘着トラップは、放置しとくだけで駆除できるので、便利です。ご視聴ありがとうございました。